ゃねです。はい、おりちゃんです。はい、おりちゃんです。はい、おりちゃんです。りーちゃんです。はい、おりちゃんです。りー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 ちゃんです。はい、おりちゃんです。さあ本日もリアルタイムやるんですが、オーダーですね。リュウちゃんのオーダー紹介いきたいと思います。リアルタイム対戦のオーダー、はい、こちらですね。まだね、岡本選手ちょっとレベルが上がってないんですけど、好きなんで使っております。はい、レベルさえ上がれば極みまで持っていけるんかな。特訓レベルもマックスなんで、はい、いやもうちょっとだな、あと20レベル頑張ります。で、まあ坂本さん解散、ショートのキャッチャーが8番9番なんですが、そこで小久保、中田翔っていう感じで、吉川選手、梅野選手が守備で入るという形のリアルタイムです。そして投手がこちらですね、うん、そして今日はちょっと変えてみようと思いまして、次がね、宮城さんなんですよ。次宮城さん変えてみます。はい、あ、僕結構好きだったんですけどね、はい、っていう中でですね、はい、極みになっているお二方がいます。まず、則本投手ですね、はい、こちら使ってみたいなと思いました。でのストレート、スライダー、まあ、ナックルカーブに縦のスライダー、この変化量だいぶあるんですね。で、チェンジアップ、カット、スローカーブ、まあ、カットとスライダー、そして縦のスライダーの使い分けかなとは思います。はい、こちら、この選手を1戦目で、そしてマー君ですね。ちょっとね、スピリッツ的にもちょっと痛いね、私のところになってきてますんで、はい、松本航選手ですね。で、こちら使いたいなと思ったのが、まあ、ストレートカットで、まあ、SFF とあるんですが、それからはちょっとね、うんって感じ。なんとね、ツーシーム、スライダー、縦のスライダー、ここまであるんですよ。これはちょっと使ってみようかなと。で、伸びとタイピン、俺つけてないな、でもな、レフ1。はい。言いましょう。この2選手を使ってみたいなと思います。はい。で、もう他がね、極みのキャラいないんで、まあ以前ね、滝中選手とかも使ってたんですけど。はい。あと、まあ、この辺ちょっと使い、高橋選手とかね、使ってみたいなって感じですね。ツーシーム、カットの縦すら。SFF、この辺使ってみたいなとは思いつつ、まだまだっていう感じですかね。はい、ですね。この中でちょっと強いよ、このキャラいいよっていう、この選手いいですよっていうのがいたら教えてください。とりあえずね、則本選手、松本選手使ってみたいと思います。よろしくお願いします。中継ぎはね、変えれんな。ちょっと全然育ってないっていうのがでかいな。全然育ってないな。誰かいい選手いますよっていう、この選手いいですよっていうのがいたら教えてほしいです。それでは行きましょう。リアルタイム対戦です。さあ行きましょう。まず初使いの則本選手使ってみたいと思います。いや、どんな感じなんやろうな。全然こう曲がり幅とか全然知らんねんけど、練習しろよって話だけどね。1番大谷はね、強い、まあ、しっかり先制していきましょう。打ちました、セカンドうまくさばいた、打ちました、打ち損じた。いや無理だな、このストライク2。どうだ、いい感じの流し打ち。さあどうだ、いやー抜けなかった、惜しい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 。まあまあ今日はね、則本選手使ってみたなんで、いきましょう。さあ行きましょう。まずストレートどれぐらい速いのか、速いよ。さあスライダーちょっと甘いぐらいのスライダー、これ手出してほしいな。結構曲がる。で、今のところに同じカット。わお、この使い分けか、この使い分けか、難しいな。初球ボール、いやあ、OKOKOK、 これはこの使い分け強いかもしれんな。え、マジで。ここでまっすぐピュッとくるボール球です。持っていかれるんです。いや意味わからんから、マジで。縦スラは、おお、
まあまあまあですね、うん、いいでしょう。むずいな、縦すら怖いな。 OK、 とりあえず1点取らない、やばい。次の球だな、2ボール1ストライク。この球だ、早すぎた、めちゃめちゃ来たと思ったのに。インコース詰まりました。くそ、さっき早すぎたから遅くしようと思ったら詰まった。次は5番落合、カットボール。バファローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。さあスライダー、これは入るだろう。危ない、ここにスライダーは。おお、効く。空振りを取ります。ワンアウトです。打順は6番柳田。則本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これはストライクを取りに行ってみたけどやばいか。 OK、 スタンドに入ります。これはボールでいい。ボールです。3球目は何で、広角出てるけど、一二塁間、いやーマジか。まあ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 、ワンヒットはいいでしょ。ライト前ヒット、サヨナラのランナーを出してしまいました。バッターは7番に入っている浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。いや怖いな、ゲッツー取りたい。ファールボールです。ゲッツーが欲しいです。内のボール打っていった。いやマジ、マジ今の。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。バッターボックスには代打の山川。大歓声。いやゲッツー取れんかな。ちょっとこれ使ってみたやし、このまま行きたいんよな。もう意地で作ったチャンスですからね。ここで決めたいですよね。そうですね。この起用に応えたい。バット投げ込んできました。ゲッツーが欲しいところ、ゲッツーが欲しい。マジかよ、あのコースをあそこに運ばれるのはない。まあまあまあ、でも面白いな、使うの面白いな。まあ普通あそこまで打たれると系統なんで、まあもうちょっとねこのまま使ってみようかなと思います。マリオ選手面白かった、うん。さあ続いて松本選手使ってみた、よろしくお願いします。いや2連勝中、えぐい。待って、防御率俺2点台になってるやんやばいやばいやばい。よし行きましょう、お願いしますと。いや1番の王さんはえぐいって、伸び打たれ強さ出ましたね。ツーシームがどれぐらい曲がるのか、どういう変化なのか、結構面白いな。弱点をつくことができるんでしょうか。もう一丁、危ないな危ないな、取れ、伸びた。今のファールの感じだとストレートに、これでいいよ、取れてますね。インサイド落ちました。またファウル。カットボールはどれぐらい曲がる。打ちました。ダメー、マジかよ、打ちやすい、もしかして。初球打ちファウルになります。でもこんだけボール球手出す、ボール球じゃないけど手出すのありがたいけどな。出会い頭だと思いたい。ライト方向流します。ファーストの左抜けました。だってボコボコ打たれるやん、俺の配球ミスかな。これは指名打者の村上、ヒットでランナーを一塁に置いています。 SFFファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。で、スライダーを打ってみる。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った、なんでヒットになるん。バファローズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには5番柳田。ゲッツー、バファローズこの回1点を失っています。広角あるけど、奪われてなおも得点圏に打ちました。グラブが届いた。 OK、 坂本の積極、1点抑えたらいっか。縦スラとか1球目ファウルになります。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。縦スラ面白いな。
インコースこれは外れます。さあ、いやマジか。はい、変化球わずかに外れてボール、スリーボールになりました。ツーシーム、マジか、1点で抑えたいんやけどな。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。ボール、これは外れます。ボール、これはちょっとストライク取りたい。バウルになります。カットボール、これは、おー、危ない。ここで同じところに縦のスライダー、おーし、オッケー。いや、ちょっと面白いかもしれんな、配球次第かもしれん。うん、配球が悪かった、王さん。あ、そこでインコースはダメ。待って、1点か、1点か、これ俺点取らなあかんくね。うん、オッケー、任せろ。打ちました。さあ、一郎なし、セーフなれ。無理だな。ワンアウト。バッターは DH 柳田。動く動くボールが。ボールか。しょうがない。待って、1点取らないあかん。1点。1点の欲しい。1点。いやー、タイミング、さあ、あんだけ速い球見せといてからの。ちょっと配球考えながら行きますか。バッターは宗。まずはツーシーム、全く考えてないやつ。初球時、わずかに左に切れました。ファールボール、ここ振ってくれる、もしかして。ああ、ボールですか。はい、低めわずかに外れてボール。オッケー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 。ここはフライになっています。バッタります。あれ全部振ってくれるな。うーん、惜しいですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ここおっつけて打ちました。伸びる、伸びる、マジかよ。レフト線破りました。ツーシームでよかったな。ここはですね、フォアボールでいいですからね。フォアボールからのゲッツーみたいなね。おお、ツーアウトランナー二塁となりました。連発とかで取る。さあ、そしてバッターボックスには王が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。ここは我慢のピッチングですよ。なるほど、我慢のピッチング。王さんほんまに無理。あー、ボールですか。はい、低めわずかに外れてボール、ファウルです。ツーシームでいいや。低め低めと続いています。まあ、ピッチャーからすれば今のはプラス。ボールでいい、ボールでいい。できません。伸びタイピン、差し込まれろ。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。えぐ、大きな当たりが外野へ、頭上を越えていった。セカンドランナー、いや、シフト変えてなかった、俺が悪い。SF、これではバットが出ません。ストライクです。が2球目、外の低め見極めます。さあ、スライダー、ここは見送ります。切りました。ファウルボール、スライダー、甘い、ライトへ、ワンバウンドヒットになった。サードランナー、マジかー、きました。まあまあまあ、でも面白い感じだな、この選手。打ち損じてくれ、ここ打ち損じしてくれるんやから、俺ここずっと投げろよって話したんや。うん、振り遅れてますね。うん、そうですね。あ、しっかり捉えた。危なっ、4点か、それは無理じゃん。吉田が打席に入ります。バファローズビハインドで迎える最終回です。インサイド落ちました。よしよしよし、まずはまずはまずは、インサイド落ちました。坂本が抑えています。ワンアウト、打ちました。坂本セカンドフォースアウト、変化球空振り、試合終了。はい、まあまあまあ、使ってみたでした。西さん、残念ながら今日も勝機。いや、俺の配球とシフト
ちょっとこれを意識してみるか。よし、配球とシュート頑張っていきましょう。お願いします。まあでもこれは関係なく、さあイチローさんはどうしていいでしょう。よし、柳の配球はだいぶ良くなってきた。2球目打ちました。いや、この補填みたいなヒットで、うん、あるんだ。しょうがない。先を外す。外す。しょうがない。これを、だから、引っ張り警戒とかにして、インコースに投げるんだね。引っ張り警戒にしてインコースにまっすぐ引っ張りたいやつを投げると。ちょっと遅いカットボール、これも引っ張りたい。ランナーここはスタート切りません。牽制、一塁はセーフ。さあ引っ張りたい。インサイド落ちました。いやマジか、ヒットはしょうがないな。うん、ピンチになりました。さあ広角で流したいから、流し位置がセーフ、セーフでいいです。なるほど、そうですよね。前進とかしたらこれダメなんですよね。インサイド落ちました。よし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 。さあしっかり打っていきましょう。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ、OK。バッターランナーは二塁と。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、このまま行きましょう。前進して、ね、間を。そうですね。そして行こう。間じゃないな。頭を起こしていこう。狙いすぎたな。うん、狙いすぎたな。さあ、テストいこう。なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。キー！入ったホームラン！カコーン！めっちゃいい音ですよ。打ちました。いやー、なんかホームランの後岡本ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。いやー、いいだけ。ノーボールワンストライクです。低めの変化球は外れました。いや、ヒットだよ。 OK、 気合い。ツーアウトランナー一塁。6番バッター丸。バフローズこの回先制となるツーランホームランが出ています。はい、入りました。ホームラン。シュイ、力の高めのストレート。村上さん行きます。初球は何から入ってくるか。おし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 、ボール球。はい、ライトに大きな打球。打ったバッターは一塁蹴って二塁に。ランナー出ました。オスマホローズです。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスは8番坂本。さあ同級生対決、ピッチャー対キャッチャーですね。うまい技ありの坂本のヒット。ホールでーよっしゃい。よかった。まあ勝ち点マイナス1やけど。はい、ということで今日の。やっぱりどうでしたでしょうか。この動画面白ければグッドボタン、チャンネル登録、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。お疲れ様、ありがとうございます。